5月11日は、グレゴリオ歴で年始から131日目にあたり、年末までは、あと234日ある。コンスタンティノポリスの落成式が取り行われる、オーストリア継承戦争、フォントノワの戦いのモンハン事件。画像は、春ハ,ハ川を渡る、日本軍東ローマ帝国皇帝、大帝エスティニアヌス一世誕生。ローマ法大前を編纂させた画家ジャン・レオンジェローム。 誕生。画像は、ハーレムの浴場上刻家、ジャンバティスト・カルポー。画像は、オペラ座のダンス・シュルレアリスムの画家サルバドールダリ、構造化プログラミングの提唱者、エドガー・ダイクストラ、哲学者と、あだ名された東ローマ帝国皇帝、レオン六世没中国を深く知った司祭、マテオ・リッチ・ボツ。彼の作成した、今バン国全図は、日本にも伝わった。 画像は1604年頃の日本での複製イギリス首相のチャタム博、ウィリアム・ピット演説中に混沌し、没イギリス首相、スペンサー・パーシバル、暗殺される作曲家、マックス・レーガー。コンソレーション作品65を聞く詩人、萩原作太郎。ニス画族の非注釈出展。ありがとうございます。